ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日いただいたレターのご紹介をします。今日の質問はかなり、懐にぐさっと入ってくるような、内角ギリギリの球でした。ちょっと紹介します。素朴な疑問ですが、先生のように、愛着障害や愛着不全をきっちり分けて厳密に扱っているカウンセラーさんは先生の他にもいらっしゃるんでしょうか？ということですね。あんまりやっぱりいないかもしれないですよね。私もあんまり聞いた覚えがないので。YouTube やささっとネットで調べてカウンセラーさんで先生のような態度をとっているとわかる方はいませんでした。そうですか。そうなのかな。愛着の捉え方はカウンセラー、最上位の臨床心理士などの資格を取得する上で共通認識になるようなものでしょうか。共通認識、愛着の捉え方が共通認識。共通認識じゃないですね、多分ね。臨床心理士とかだと、寄って立つ理論っていうのがあって、自分がどこに寄って立つのかっていう、要は、臨床するときに、どういうような姿勢でやっていくのかで、例えば、精神分析派とかね。精神分析でもいろいろありますよね。とか、現代心理学。現代心理学っていうのはおかしいですね。なんて言えばいいのかな。人間性心理学の発展系っていうとわかりますか？わからないかな。箱見セラピーとか、例えば、あとはSE とかね、ソマティックエクスピアリエンスか、SE。とか、あとは最近で言うとボディアプローチとかね、マインドフルネスは、学派問わずだと思うんですけど、そういう人たちで、ユング派もいますよね。で、行動主義派もいるじゃないですか。認知行動療法も含めてね。だから、どこに寄って立つのかっていうので違ってくるし、その寄って立つ人の中でも、愛着にフォーカスしてる人は、あんまりないですよね。最近なのかな、愛着は。ここ20年ぐらい？特にここ10年ぐらいですかね。私がカウンセリングを始めた頃、ソレヤで始めた頃、20何年前はまだあんまなかったと思いますね。ただ20年ぐらい前から愛着に、フォーカスしだして、で、10年ぐらい前、15年ぐらい前かな、高橋先生に出会って、愛着を中心にしたっていう経緯がありますから、で、この人のね、続きなんですが、それともこのような捉え方は派閥のようなもので、派閥で、高橋一美派みたいな感じなのでしょうか。そうですね。岡田先生とは捉え方が違うようなので、そうですね。よくこの方読んでらっしゃいますね。違います。やはり派閥みたいなものでしょうね。そうか、派閥ね。派閥っていうか、考え方っていうのか、カウンセリングに対しての考え方っていうことなんじゃない。それ派閥かな。派閥と言っていいのか。派閥っていうと、これがいいとか、これが悪いとか、そういうニュアンスもあるような感じもするけれども、愛着に関しては、高橋先生の
流儀っていうのがダントツなんじゃないですかね。だからかなりね、細かくね、分けていくんですね。私は高間先生の捉え方に納得しているのですが、どうもありがとうございます。他ではあまり見ないような感覚です。まあそうでしょうね。そんなカウンセラーさんはどうやって探せばいいのでしょうか。まあ愛着についてのカウンセリングをやっている人で、愛着不全と愛着障害を分けて考える人。高橋先生の流派で言うと、聖人学動機ですね。それと、愛着障害。高橋先生の、流派で言うと、異邦人ですね。これを分けて考える人を探せば、いいかと思います。またどうやって判別すればよいのでしょうか。判別は、異邦人と聖人学動機、に対して、よく理解している人を探して判別すればいいんじゃないでしょうか。直接確認したりしてもよいのでしょうか。いいんじゃないですか。私的には異邦人と聖人学動機っていう捉え方に納得しているので、カウンセリングでもそういう捉え方で進められる先生方をちょっと探しているんですけれども、先生はそういう感じなんでしょうかっていうふうに、まあ聞けばいいんじゃないですかね。そして、いや、私はね、やり方分かってるんですが、やっぱりね、もうちょっとね、こうアバウトに捉えた方がいいと思ってるので、聖人学動機と異邦人は、スペクトラムでね、考えてるんですよっていう、これ多分岡田先生が言うとこういう言い回しになるのかなと思うんですけれども、まあそういうふうに言う先生につくか、まあそこはこうピタッと分けて考えてくる先生につくのかっていうのは、その相談者の方の自由ですのでね。これでなんか分かりますかね。で、聖人学動機はだいたい私、愛着不全という言葉で使っています。両方ともね、愛着障害と愛着不全、まあ使いやすいからこの2つを使っているんですが、まあ高橋先生流に言うと、異邦人と聖人学動機とこうバシッとこう分けて、やられる方がなんかきっちりして、まあ気持ちがいいかもしれないですね。で、私はあえて、まあ、きっちりしない方を選んでいる。まあ、これが、まあ、流儀、その人のいろんな臨床をやってきた流儀につながるんじゃないのかなと思いますけれど、まあ、私はあんまり、愛着に関してはきっちり分けるんだけど、まあ、治療のやり方についてはあんまり分けないかな。最近特に分けてない感じがありますね。なんか今日はね、長い話になってしまいました。じゃあこの辺で今日は失礼します。